ツーバンの相馬です。今日は卵を使った実験を皆様にご紹介いたします。今日実験に使うのはこちらです。まずはカラビン、カラビンの口よりも少し大きな卵、今回はウズラの卵を使います。あとはマッチ棒です。では早速今日の実験です。今日の実験はマッチ棒に火をつけ瓶の中に入れます。その後すぐにウズラの卵で蓋をするとどのようになると思いますか？皆さん考えてみてください。ではそれでは実際に実験をしてみましょう。正解はウズラの卵が勢いよく瓶の中に入るでした。以上、卵を使った実験でした。